皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの感染拡大で外出の機会が減り、運動不足になっていませんか？感染拡大に気をつけることは大切ですが、元気で暮らすためには適度な運動も必要です。集団での運動とは違い、お一人や限られた人数で一定の距離を保って行うウォーキングは比較的感染リスクが低く、日々の健康を維持するのに有効です。そこで今日はこんな時だからこそ参加してほしい伊勢健康ポイントの4期生募集についてお知らせします。伊勢健康ポイントは平成28年9月から健康寿命を伸ばすきっかけ作りの一つとして始まりました。現在日本全国同様、伊勢市でも高齢化が進行しており、伊勢市内では全人口における65歳以上の占める割合は 31.5% となっています。そして高齢化の進行とともに、介護保険において要介護認定を受ける高齢者も増加しています。いつまでも自分らしく充実した日々を送るためには、健康を維持すること、健康寿命を伸ばすことが重要です。ところが昨年令和元年度、伊勢市が実施した市民アンケートの結果によると、ご覧のグラフにあるように、市民の皆さん、特に30歳代の運動実施割合は他の年代と比べて低く、運動をする習慣のある人の割合は全体のおよそ4割となっています。このままでは運動不足による体力や筋力の低下を招き、健康寿命を伸ばすどころか早期に介護を必要とすることになるかもしれません。そこで健康に無関心な人や何も取り組みを始めていない方に、運動を行うきっかけを作り、運動の継続を支援することを目的に、伊勢健康ポイントを開始しました。ご覧のグラフは平成30年度から伊勢健康ポイントに参加した3期生の皆さんが運動に取り組んだ結果です。参加者の平均歩数は取り組み開始から3ヶ月でおよそ1700歩増加しました。その後もおよそ8000歩を維持するなど、運動習慣が身についています。この運動習慣の継続は3期生だけではなく、平成29年度から参加した2期生も同様です。例えば身長と体重の関係により肥満度を示す BMI が25以上の肥満者においては、参加者のおよそ6割で体重が減少するなど、運動面に限らず健康面にも効果が現れています。また平成28年度から参加した1期生においては、この健康面での効果が医療費の削減にも現れました。参加前の平成27年度と参加後の平成29年度の医療費を比較すると、参加者の医療費は参加していなかった人に比べて1年あたりおよそ3万5000円下がりました。伊勢健康ポイントに参加することが歩数の増加、運動習慣の継続、そして健康維持につながる、その健康維持が医療費抑制につながると、一連の活動が健康寿命を伸ばすことに貢献していることがよくわかります。さらにこの効果は数値だけではありません。実際に伊勢健康ポイントに参加した方からも、車を使わずに意識して歩くようになった、健康に気を配るようになり体重が減った、よく歩くようになってからそれまでより食事を美味しく感じるようになったなど、健康づくりの効果を実感できると好評で、参加者のおよそ9割の人が伊勢健康ポイントに参加してよかったと回答しています。しかもこの伊勢健康ポイントは健康づくりに役立つだけではなく、さまざまな特典と交換できるポイントももらうことができるのです。ポイントは3種類。1つ目は歩いた歩数によってもらえる頑張ってますポイント。1ヶ月で最大800ポイント獲得できます。2つ目は肥満指数 BMI や筋肉率が改善したらもらえる変わりましたポイント。3ヶ月で最大1000ポイント獲得できます。そして最後3つ目は
6ヶ月連続で健康ポイントを獲得したら、続けたよポイントが付与されます。このポイントは6ヶ月ごとに500ポイントもらえます。1ポイントは 0.5 円で換算されますので、これらのポイントをすべて獲得すると、令和2年7月から令和3年12月までの参加期間中の2年間で最大1万950円相当のポイントを獲得することができます。ポイントは昨年から利用が始まった地域共通ポイント伊勢マイルへのポイントチャージや、全国共通商品券のクオカードなどと交換することができるほか、地域の活動を担うまちづくり協議会への寄付をすることができます。健康ポイントは自分自身の健康づくりの活動が自分自身や地域の幸せにつながるようにという思いから、健康の健と幸福の幸が掛け合わされた取り組みになっているんですね。皆さんもぜひ参加してみませんか。では応募内容と応募方法をお知らせします。今回募集する伊勢健康ポイント4期生の取り組みは、お持ちのスマートフォンで歩数を記録するほか、別途無料で配布されるカードで体組成を測定するものです。3期生までが実施してきた市役所からお渡しする歩数計で取り組むものではありません。募集後の参加説明会は開催しませんので、ご自身でスマートフォンにアプリをダウンロードし設定できる方のみ参加することができます。なお参加費などは無料です。募集定員は1000名、応募者多数の場合は抽選で決定します。先着順ではありませんのでご注意ください。次に参加条件のご案内です。1つ目は、過去参加者の1期生、2期生、3期生でない人で途中退会者を含みます。2つ目は30歳以上の伊勢市民。3つ目は利用者基本情報や歩数管理サービスなどの利用登録、定期的な歩数の送信を自身で行う、記録された歩数や体組成情報の分析への協力、アンケートへの協力などの参加規約に同意できる人。4つ目はスマートフォンアプリの利用設定、操作を各自行う。以上の4つが参加条件となります。スマートフォンアプリのダウンロードから各種設定など、スマートフォンを使用するすべての操作を参加者ご自身で行う必要がありますのでご注意ください。応募期間は令和2年5月18日月曜日から6月12日金曜日。応募期間中に伊勢市ホームページに掲載される応募サイトに必要事項を入力の上送信してください。今回はインターネットを利用した申し込みのみとなり、応募用紙やお電話による応募はできませんのでご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解をお願いいたします。応募の前にお持ちのスマートフォンがアプリの適合機種であるか、また実際に無料での利用をお試しいただき、バッテリーの消費量や歩数のカウントなどご自分の生活に合ったものであるか十分にご検討の上応募されることをお勧めします。応募結果は後日すべての方にご案内します。なお、アプリのダウンロードや利用設定などのスマートフォン操作については市役所では対応できませんので、ご自身で対応できる方のみご応募ください。この他にも伊勢健康ポイントや応募に関する内容は広報伊勢5月1日号や市のホームページに掲載されていますのでご確認ください。新型コロナウイルスの感染拡大の中でも、お一人お一人でできる運動を支援してくれる伊勢健康ポイント、対象の方はぜひご応募ください。